はいどうも、庄司です。今回はですね、熊本にやってまいりました。熊本には僕が尊敬する建築士の古市さんがいるからです。古市さんの取り組み、受注産業から飛び出していく建築士の未来の稼ぎ方がどんなものなのか、そういったところを古市さんにインタビューさせていただければと思います。はい、古市さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。株式会社リボーンの古市と申します。今までやってきたことをですね、お伝えできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。僕は、専門学校を卒業して、地元の設計事務所に就職をさせていただいて、8年ぐらい勤めた後に独立しました。分離発注ですね、それに出会いまして、この分離発注であれば他の設計事務所と違うスタイルを見せることができるんじゃないかということで分離発注を始めました。でその分離発注で、二十数年ですねやってきてたんですけども、そのうちにやっぱり空き家のことが気になり始まって、5年ぐらい前ですかね、もうその空き家とかそういう今ある建物の再生とか利活用とかそういったものをやらなきゃいけないんじゃないかと。新築についてはもううちでやらなくても他にもいっぱい素晴らしい設計事務所もあるし住宅メーカーもあるので、まあ、あえて僕がやる必要もないなということで、新築の設計受注っていうのはもうそこでやめたという感じになってます。はい、空き家に取り組むときに同じ屋号よりもちょっと別の屋号の方がいいかなということで、リボンを立ち上げて、でそれは法人登録をして、株式会社リボンと FAD 建築事務所っていう2つの顔を持って僕は今現在活動しているという状態ですね。そんな古市さんがもう住宅の作り方をもう全部分かったと、でももう新築を受けないと、で注文依頼は来ると、はい、でも断ると、はい、最初信じられなかったんですが、なんでそこまでして新築をやめたのかお話ししてもらっていいですか。はい、まあ5年前にそういうことを言い出したんですけれども、どうしてそうなったかっていうと、まあ、10年ぐらい前からやっぱり空き家の問題って出てきたじゃないですか。でその中でいろんな活動が、日本中で見て取れたんですけど、まだやっぱりメジャーになれないなっていうことと、一般の消費者の方たちも僕のところにその設計のご依頼に新築のですね、依頼に来られる方たちも今家がある実家があると、それを壊して新築したいっていう方とか、やっぱりいらっしゃったわけですよね。で見に行くとその、ご自宅って実家ってすごくなんか魅力的だったり、ちょっと手を加えればもっと素敵になるなっていうのがいっぱいあって、でそれを壊すのがすごくストレスにはなってきてたっていうのがある。今回熊本に伺ったのもリボーンのプロジェクトの一つ、はい、長坂の家というね、ものすごく古くてで売れなかったんですよね。そうですね、空き家がね、でそれを古市さんが再生させて、あれは本当見事ですよね。でしかもその仕組みが面白いんで、その説明をしてもらっていいですか。そうですね、株式会社リボーンっていう名前なんですけど、そもそもその法人名を使える、作る前に、リボーンというプログラムを考えて、でそれが、どういったものかというと、既存住宅、まあ、特に空き家になっているものをなんか再生できないか活かせないかということで、まあ、今でもスタンダードな方法としては買取再販型、実際自分が1回買い取ってリフォームをして他に売るとか貸すっていう流れがあると思うんですけど、まあ、当時僕が始めた頃もそれがやっぱり一番メジャーだったわけですよね。ただそうなると弱小設計事務所が買い取るためのお金を準備しなきゃいけないと、で、まあ、準備できたとしてもさらにその上にリフォーム費用を考えなきゃいけないと、なるとやっぱりリフォームにかけられる予算っていうのが減るわけですよね。だからやっぱりなかなか一歩踏み出せないしやれないなみたいな感覚があったんですけど、でそれはやっぱりずっと悶々と考えてるんですよ。何かしたいんだけど買い取りしなきゃいけないし、買い取りのお金どうしよう、銀行に貸してって言っても貸してくれないよねみたいな、でずっとそれを買い取る費用をね、どうしようねっていうことで
れひょっとして買い取らなくていいのかなみたいな感じになって、うん、買い取らずに空き家所有者の名義そのまま空き家所有者のままで、うん、その所有者の方が、あと中のリフォーム僕がやり勝手にやりますんでお金は全部お金は全部僕がリフォームが負担してね負担して、うん、でやりますんで、でその上で売って、うん、でその時に売れたら、その所有者の方に売れたお金の、うん、金額を渡しますと、うん、でとにかく最初の古市さんとフリボンと分けてだからボロボロの状態で安く売っちゃうよりも、うんはい、もう古市さんがリスクを取って付加価値高めるんで、はい、それで売った方が、所有者の方は何もしないわけですもんね。そうですね、はい、一切お金かからないっていう状態でそれだったらいけるんじゃないかなと思って、うん、ちょっと組み立ててみたっていうプログラムです。でそれの第1号が、うん、見ていただいた、はい、長坂の家なわけですね、うん、はい、ここ多分今これを見てる方は将来独立したいもしくは今もう独立してるんだけどなかなか経営がうまくいかないって思ってる方多いと思うんでその質問をすごい受けるんですけど本当に古市さんが成功モデルの一つで要はやっぱりお金のためにやったら古市さんみたいなやり方できなかったと思うんですよね。本当にその道を極めてみようとかこういうサービスがあればもっとこの世界をよくできるんじゃないか、あの社会が喜んでくれるんじゃないかと思ってそれを実現するまで赤字覚悟でそれをちゃんと乗り越えて自分がイメージしたこういう社会を作れれば必ずもっとね人々は喜んでくれると思いで成し遂げられるかどうかにかかるんですが、それを実際長坂の家でも成し遂げるじゃないですか、はいはい、それが成し遂げられたコツとかあとは若手に向けたアドバイスももらっていいですか、うん、はい、まあコツっていうか、多分感覚だと思います。その目線っていうか、うん、どうやったらあの設計が受注できるかとか仕事を受注できるかとかっていうことを考えてるとやっぱり本来やりたいこと、皆さんこれ見てる方たちって設計が好きとか建築が好きっていうことでこの業界にいると思うんですね、基本的に、うん、だけどそこで稼がなきゃって思うと、うん、やっぱり本来楽しい仕事であったものがいつしかお金を稼ぐための手段になり楽しさから遠のいていくみたいな感覚になっちゃってる可能性があるんで、うん、そこを一回ちょっとリセットするっていうかな、発想を変えて自分がこの楽しい仕事を続けるためにはどうしたらいいかみたいなっていうことを考えるとひょっとすると建築じゃない世界もあると思うんですよ、うん、お金を稼ぎ出すっていう意味では、うん、まあお金を稼ぎ出すっていうのは経済的に、きちんと暮らせるとか家族がきちんと食べれるとかっていうことだと思うんで、うんうん、そういう稼ぎ口を自分の大好きな建築じゃないところに求めてもいいのかなっていう感覚は、うん、はい、僕の中ではあって、だから新築をやめてもいいんじゃないみたいな、うん、好きな建築を続けていくためにはあの他の仕事っていうかなお金を経済的な価値を生み出す、うん、ものっていうのは他にもあっていいんじゃないかっていうことで、はい、設計からちょっと身を引いていったっていうところがありますよね。多くの高校生大学生がやっぱり職業を選ぶって感覚あるじゃないですか、うんうんうん、でも古市さんの場合って職業を選ぶっていうよりはこういう社会に変えていきたいとかこういう仕事を生み出したいってところじゃないですか。まさにリボンがまさにそうですよね、はい、でまあその感覚がこう芽生えてきた、でリボンもようやくね実績が出てきた、この後のリボンの展開ってそんな古市さんはどう思ってるんですか。そうですね、一応株式会社リボンという法人格を持ってるんですけど、うん、登記上は、不動産建築関係のコンサルティングみたいな形になってます、うん、ですから建築実務というよりも、うん、その社会に関わる建築とか不動産の問題に対して、うん、所有者様に、その問題解決のためのアイデアとか、うん、そういうのをサービス提供するというような形の株式会社にしてるんですけど、うん、それを見ていくとやっぱり地域の問題とか街づくりとかこれから先の人口減少とか、まあ、空き家の問題とか、うん、まあ、いろんなものが見えてくるわけですよね、うん、でそれをちゃんと
自分が手を出すっていうよりもなんかそういう世界をきちんと見たいなっていう風になってきて、うん、でそれが見えてくると、うん、じゃあこの問題に対してはこういう人がいるんじゃないかとか、うん、今まではそのこの問題を解決するために自分がそうなろうみたいなことをやってたんですけど、今はどちらかというとその全体を俯瞰して見れることで、とってもそれにマッチするような人だったりものだったりを見つけられるようになったっていう感覚があります。よく古市さんが言ってるのが、自分がそうやって長坂の家のような活動をずっとやってても、要はプレイヤーとしてやってても、うん、やっぱりじゃあ日本全体のこの空き家問題で解決できるのかすらできないよと、はい、だからやっぱり仕組みを作っていかないと、はい、いろんな人が参画してきて、はい、でそれぞれの地域の空き家再生を推進できるような仕組み化していかないとダメなんだっていうことですよね。そうですね、はい、この空き家解決に対するノウハウもできれば、このプラットフォームの部分、例えばお金をどうやって借りたらいいのかとか、うん、こんな収まりがあった時にはどう収めたらいいのかとか、もう本当にみんながぶち当たりそうな問題を摘出しといて、それを全部オープンソース化しとくと、うん、で各地域の問題はバラバラだと思うんで、うん、それについてはこのベーシックなプラットフォームの上で、そこからスタートできるようにするっていうのがすごくコストメリットも高いし問題解決も早くなると思うんで、うん、それすれば疲弊していくこともないだろうと、うん、だから今からそのリボーンとしてはそのプラットフォームをきちんと作っていきたいなっていうことは考えてやっているという状態です。で車輪の再発明って言葉もあって、もう誰かがもうやって成功していることを本当は建築業界も自分がまた別のところでやって成功してっていうのが、もうそれがもうダメだよってことですよね、うん、成功を共有し合えるようになっていったら、どん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 この世界の建築の問題解決、社会問題の解決スピードもガーッと加速できるだろうっていうところに行こうとしてるわけですよね。そうですね、はい、そしたら例えば今見てる学生とか もしくは建築士で、はい、まあ、例えば古市さんのね、その空き家再生の取り組みを学びに来たいっていう方がいた場合は、はいはい、コンタクトを取っても問題ないんですか？あ、全然問題ないです、はい、まあ、一番オープンにつながれるのはツイッターなんで、うん、まあ、ツイッターをフォローしていただければ。そうです、アカウントを入れておきますんで、はい、でね、もう一つだけ言うよ、これをたくさんの人が見てくれるんだけど、絶対動かない。それで実際に訪ねてくる方って1000人いたら1人いるかいないかなんです、はい、そこで動けるようにはなってほしいなって思います。そうしないと一向にこの世界のからくりが分かってこないと思うんで、ぜひね、1人でもいいんで訪ねてみてほしいなと思います。古市さん、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。